ロシアを代表する、まあ、ピアノ協奏曲の最高峰というのがラフマニノフの3番です。ラフマニノフ自身がすごいピアニストだったので、ピアニストへの要求というのは非常に、技術的に高いものがあります。あのピアノ協奏曲というのはピアノが演奏して、それでオーケストラがバックで演奏するというのではなくて、オーケストラとピアニストがどこかでは対立して仕掛けて、それを受けて仕返返してみたいな、もちろん融合して美しいハーモニーも作るんだけれども、そうしたことが見事に表されているのがこの3番だと思います。特にこの最終楽章というのは、すごく挑戦的に、管楽器の方からランタタタンタタタンってこうリズムを与えてきて、まあそのちょっと戦に行くようなね、なんかそうした行進曲的風な音楽から始まりますが、しかし最後の最後にはこれこそが、ここがもう本当にポイントです。最後の最後に、オーケストラとピアノが完全に一体になって、ものすごく雄大なメロディーを演奏して、猛烈なスピードで最後は締めくくられると、まあ、このうねりこそがあのラフマニノフのピアノ協奏曲の聴きどころ。ジャパンナショナルオーケストラというのを今回特別編成で作りました。ものすごく精度の高い、それで反応のいい、非常に新鮮で、まあ、よく練習しましたので、あのすごくまた練られた、あのすごく意思を持ったオーケストラになったかと思います。まあ、彼らがこれから日本の音楽界ね、いろんなオーケストラとかをまた背負っていく人材でもあるでしょうし、今回彼らに出会えて本当に僕自身も幸せだなと思います。